2020年軍事に偏重した政策がセルベル連邦の経済に著しい疲弊を招いていた。連邦の将軍イリア・チュレノフ将軍は軍事クーデターを決行。セルベル連邦軍は新政府軍と旧政府軍に分裂。連邦各地で激しい内戦が繰り広げられていた。早速ですが、セルベル連邦方面から接近する複数の機影を捉えました。警戒機の情報ではフィッシュベッドとフルクラムのグループとのこと。どうやら腕は握っていないようだな。Oh,